うん。やっぱりこの味ですよ。いいな、これキムチ無限に食べたくなっちゃう、これ本当に。皆さんこんにちは。で、今日は知ってる人は多分知ってると思うんですけど、私がトップイージーで韓国食品を販売することになりました。皆さんのおかげです。いい食材で簡単に日本どこでも食べられるっていうのがコンセプトで、すごい新大久保とかにお店を出したかったんですけど、私行けないよとか、ネットでも販売してくれよっていう意見がやっぱり多かったので、どういうルートで販売した方が一番いいのかなと思いましたね。で、その中でやっぱりあの柔軟で私のレシピを全部取り入れてくれたりとか、すっごいまず衛生第一で、野菜とかにすごいこだわってるところ、まあコップエイジさんと仕事ができるようになってすごく嬉しく思ってます。今日まあ土曜日、まあ皆さん休みだと思うんですけど、こういう時に簡単に食べられるものを紹介しようと思います。この前に私がキムチチームの動画を出して、すごい反応が良くて、わあすごい、なんか作り方分かりやすい、ぜひ作りたいって言っても、ムクンジってどこに売ってるの、韓国キムチってどこで買うのっていう意見がすごい多かったです。その中でもキムチの量が多すぎる、韓国の料理って。だからそういうところでも皆さんがまあクックイージで買うといいのかなと思うんですよ。これが新しい新発売した、私がこの韓国料理のビジネス始めてから初めての新発売、すっごいこだわったキムチチームっていう料理。まあ韓国人から見たらこっちのキムチチゲがうちでは普通だよっていう人がいるぐらい、キムチチゲと本当のキムチチームの真ん中ぐらいのポジションぐらいで私が仕上げました。これ見てみましょう皆さん。これ安すぎますよ。2、3人前が1500円なんでこれ見てみましょう。皆さんにこれ絶対ぜひ見せたかったやつ。髪の毛ふわっとしてて可愛い。あ、これね、髪洗ってないです寝起きで今髭も剃ってなくて、皆さん脱毛した方がいい。私今ほんと真剣に考えてるけど、で本当にこのままパッケージ、どんどんパッケージがシンプルになってて、本当に環境を大切にするこの企業の概念からも合うし、これ調理時間19分って書いてます。ものすごい早く簡単に作れます。難易度1ですよ。全部入れて煮込めば終わりなんですよ。しかも冷凍が一つもなくて、肉の臭みがゼロです。要冷蔵です。要冷蔵。 2,3 人前入ってます。これすっごい美味しいんですよ本当に。でこれね、キムチチームが見てわかるんですけど、賞味期限が今17、これ今私が1週間前ぐらいにもらったやつです。もう私はクックイージーのやつ売ってるから私は買わないよ。もう韓国のキムチ買う必要がないですよ。こんな入ってます。熱を通すのでストックができるんですよ。作った後に冷蔵庫の保管もできるっていうことですよ。一人だったら 2,3 回食べれるようになるんじゃないですか。でこの辛さが日本人が食べれるちょうどいい辛さを出すためにすっごく研究しました。韓国人が食べても全然足りなくはない味を出すために頑張りました、このレシピ。じゃあ話は置いといて、このキムチなんですけど、ムクンジって言ったらすごいよくちぎれて、すっごい酸っぱくて違和感を感じる日本人が正直多かったです。酸っぱいのは好きっていう日本人が増えてるんですけど、ムクンジの独特なこうやってガーってくる炭酸のような味はやっぱり強いっていう方が多かったんで、普通のキムチを独特な工法で酸っぱくして食べやすく、食感は活かせつつ、ムクンジのそういう特有な、そして食べやすい感じで出すために、クックイージーのやり方、独自の炒め方で炒めて仕上げたものですよ。キムチチームはとても手間もかかるし、素材もたくさん必要なんですけど、こんな簡単に作れるんですよ本当に。見て、うん、もう全部入れればいいですよ。じゃあ見てみましょう。簡単に言うと、もう3つだけです。じゃあお水 300ml 入れます。キムチ、野菜、ソース全部入れる。強火で4分煮る後、焦げないように混ぜながら中火で15分煮る。だから結局19分煮れば終わりっていうことですよ。やりましょう。このキムチチームを作るのに、今鍋はできれば大きめの鍋がいいのかなと思います。まあこれでも多分大丈夫です。普通の鍋。これがまあ特製ソース。タデギって考えればいいんですけど、キムチチームって必要なものが魚醤油とか網の塩辛とかニンニクとかいろいろ必要なんですけど、もう終わりですよ。終わり。調味料とかもいらないの。これはこのレシピ通りに作ったら絶対間違いないようになってますよ。まあ何でもいいですよ実際は。だからキムチ、肉、キムチの順番ではあるんですけど、福井市の場合はそういうのもやる必要もないし、じゃじゃん。
車中泊とかキャンプ飯とかクックイージー持っていくと映えるよ。こういうのは、まあ、くっつかないようにもう入れちゃう。ここにゴミ袋もだってあるじゃん。だからなるべく環境に良く綺麗に作れる。よくない？キムチ入れたら量これですよ。こんなありますよ。ご飯何杯いけますかこれ。3杯4杯いける気がしません。でお水300入れますになってるじゃないですか。300で肉がもうちょい柔らかいのが好きっていう人は400ミリ入れちゃって煮込む時間30分以上にしてもいいんですよ。でこの肉なんですけど絶対私がこれ入れてほしいっていうのがジョンジ前足、この胸のこちょ下のこ足のところなんですけどジョンジを入れてます。すでにもうこの中でクックイージ独特の独自の方法で炒めて味をつけたものです。肉の臭みがない。まずそして肉がバランスいい肉しか入れてないですよ。皆さんバラ肉買うじゃん。脂が多すぎます。正直ロスだと脂少なすぎる。いやそれもまあそれでいいんですよ。私の動画見たでしょ。ロスでもいいんですけどロスは高い。でこちらが味も良くて本当に煮込み料理に最適で肉もある程度の食感も持って柔らかいんですよ。でこういう汁が全部ついてるのでいやなんか臭みどうしようとか考える必要がないですよ。しかも冷蔵ですよ。冷蔵冷凍してない。よくない？今冷凍じゃない韓国ものは流通してるところないです。唯一です。あのキムチチゲが好きだけどっていう人これ食べてみ。これがキムチチゲに似てますよ実際は。だから先ほど言ったようにガチはなんかチムっていうより少しはキムチチゲ寄りにはしてます。ムグンジは使ってないし皆さんが食べやすく食べやすい食べやすいって言うとえじゃあ甘さ多いんじゃないのって言うんじゃないですか。いやいやだから食べた韓国人は韓国で食べてるやつと一緒もしくはそれより美味しい、これ一番美味しいって言うんですよ。嘘じゃないよ一番って言いますよ一番。で次はもう全部入れちゃっていいです。あの本当にレシピ通りでいいです。もう全部入れちゃいます。本当にレシピ通りにやった方がもう無駄もないし。次にソース。これ癖になると定期便っていうのがあるんですよ。あの定期便に今すごい人気で定期的に韓国料理食べてやっぱりこう辛いもの少し入れてコーラゲンにもいいし辛いものってあの肌にもいいっていう思うじゃないですか。定期的にやっぱり食べる人多い最近は。でも毎回毎回新大久保行けないしクック以上は定期便があるからそれがいいんですよ。こうやってソース入れる。あのこうやって全部入れるのに今まで何も使ってないハサミもいらない。でこれでゴミ終わりですよ。ゴミ出しこれだけ。環境に優しい。これだけで終わり。キムチチーム完成ですよ。ラーメンより楽だし。ラーメンより健康にいいし。良くないですか？あとは煮込むだけですよ。もう火つけて。一番最初、強火で4分っていうのは、強火でこうブクブクしながら、今入れたこのソースと肉と野菜、キムチが全部こう混ざるようになるので、4分っていう設定になってます。その次からは、様子見ながら15分間、さらに中火で煮込むだけですね。もうすでにこうブクブクもしてるでしょ。だから私がもともと別でやろうと思ってたのが、自分のブランドもランチしたかったんですよ。値段は高くなっても、本当に美味しいやつとか。だからそういうなんか本当の味のやつを出したかったんですけどやっぱりコスパが合わない。だから高くなっちゃう。でもクックイージーさんはそれを安くする方法をずっと工夫してていかに安く全国に早く届けるか考えてる。なので私がジンズクックみたいなブランドをクックイージーさんの素敵なこのプロセスに乗せてレシピを出そうと思ってます。あと皆さんの意見を私は生で聞く立場じゃん。そういうのもちょっと活かしてクックイージーさんに共有して、今4分ぐらい経ったのかな、経ったのでちょっと中火に変えますね。皆さんの苦労はこのぐらいですよ。で肉はこんなでっかいの入ってるんですよ。今うまみがすっごい出てるので、これ切り方これでかいので皆さんまずさっきの油がここにも入っててここにも入っててここは芯なんですよ。ここをうまーく芯を真ん中通るように切るといいです。今あ硬いなと思ったらそこです、うん、ここを切る。油と肉がそして芯がちょうどよく乗るように、うん、まあ細切りで最近いいよね。最近トレンドが細切りなんで。皆さん1500円だよ。肉の量見て、肉の量新大久保反省しなさいよ。1500円でこんな肉出せるのにこれの5分の1も入れてくれなくね。
お店代もあるでしょうけど、反省しなさい草。まあまあ反省をするかどうかわかんないけど、あてこのぐらいクオリティ出せるって見てよこれ、やばくね。できればこうやって切らないでほしいんですよ。私はこうキムチってここも食べれるんですよ。このキムチがこうね柔らかいんで、まずここ切って、できればこうちぎってほしい。だからこうやって切ってこう伸ばしながらこう切ってほしい。できればね、こうやってこうこうやって、でも韓国人はもうちょい、もしここを見てる韓国人もしくは本当に新大久保の社長さんがもし見てたらこれ入れてください。ヨンドゥ、まあこれ別に私が売ってるものでもないし CM じゃないんですよ。ヨンドゥがまあチゲ類には一番いい。ちょっとだけ入れる、まあ辛いの好きだったら赤いヨンドゥでもいいですよ。かなり濃くなるんで本当攻めたい方は入れていい。私はもう攻めの方は入れるけど、もうこのまま煮込みますよ。ずーっと日本の皆さん結構具だけこう食べる人多いで、残ったやつにお水少し入れて辛ラーメンのスープを3分の1だけ入れて、辛ラーメン1個入れて締めるとマジでやばいです。マジでラーメンより楽だし、ラーメンより健康にいいし、良くないですか。いやキムチの量がこんなに入ってますからね。うん、肉もキムチもすごい入ってます。で、こんなに乗せて残ってますからね。他の商品でおすすめありますか？ちょっと待ってください。私個人的に一番のおすすめはコンナムルブルゴギですよ。正直。コンナムルブルゴギがまあ一番私は個人的に好きですね。まあ、ジャージャー麺はもう言うまでもない。ジャージャー麺絶対の食べてみてください。キムチチーム、チャプチェ。あ、チャプチェもめっちゃ美味しいですよ。韓国の醤油がはっきりと乗った透明感のあるチャプチェっていうのが、やっぱりお店によってはすっごい、まあ、キャラメルっていう色素が入っているものをすごい使うんですよ。実際チャプチェはそれが体にいいわけがないです。でもクックイジで出してるのはそういうのがなくて、いい色を出すプラス透明感、そして弾力を出すためにすっごい研究したんですよ。でそういうチャプチェなんで、チャプチェも結構美味しいです。あ、とりあえず食べましょう。とりあえず見せますね。いやー、これ見て、あんまり来てないんですよ。あのキムチこう大きいやつを本当にそのまま食べてほしい。皆さんできればこうスプーンでスープも一緒に作ってご飯にのせて、ご飯ね、ご飯もうちょっとこだわったら美味しかったけど、今日ちょっと圧力鍋になっちゃったけど、うん、やっぱりこの味ですよ。だから本当に濃いキムチチゲが好きな人はこれでもいいです。このキムチチゲ食べる感じでもいいし、実際ムグンジじゃないですからね。普通の酸っぱいキムチですからね。だから日本の皆さんもこっちの方が多分食べやすいと思うし、韓国の方も見て、おキムチチミだっていうぐらいのビジュアル、そして食べてみて、おサクサクして美味しい、うん、いい酸っぱさって多分絶対言われます。いいな、これキムチ無限に食べたくなっちゃうから本当に。うん、うん、肉もねたくさん入ってるので、キムチ1肉1でずーっと食べても美味しいんですよ。やっぱり韓国の人は箸もいいんですけど、スプーンでさーっと食べて、うまくない？いやー、これは本当にうちのお母さん早く来てる。うちのお母さん味にうるさいですから。でも私料理うまいのは知ってます。お母さん、私料理はちょっと自信あるのが、どのぐらい自信あるかっていうと、ジェイちゃんのお母さんは私の前では料理しませんぐらいちょっと責めたりはします、正直。でもそういう方々に食べさせても全然恥ずかしくない味だと私思います。どうやって作ったのとは絶対言われると思う。でこれがただの宅配だよって言ったら、え、うそになるよ絶対。辛さはどれぐらいですか？私が言っても多分聞かないでしょ。日本のスタッフに聞いてみますよ今。嘘なしで話してください。私から見るとこの辛さは辛ラーメンより下ですね。うん、辛ラーメンよりは全然辛くない。辛ラーメンは辛いよっていう人も全然チャレンジしてほしい。あとやっぱキムチチゲよりすごくあっさりしてるので食べやすいですね。韓国だと小学1年生ぐらいからは
これぐらいは食べれます。ただ韓国の子供も辛ラーメン食べれない子結構いますよ。辛ラーメンは辛いって言うんで、豚キムよりはちょっと辛い、ね、豚キムは辛さがないんで、でも一番口に入れたら辛さとかの問題じゃなくて旨味からきますよ、うん、本当に。え、これが本場のキムチかーにはなりますよ絶対。もう美味しいんだよ。まああとはまあ量を見ながらなんですけど、あのできれば元の味が崩れるのでこれやめましょう。これ入れるとキノコ入っちゃうんで味が結構変わっちゃうんですよ。ただ濃度は合わせる必要があるんで3分の1ぐらいだけちょっと入れましょう。3分の1ぐらいでちょっと味見をしてから麺入れてください。飲んでみよう。ちょっとうまっ。辛ラーメン入るからいきなり辛くなっちゃった。もう辛ラーメンはね、皆さん何でも合いますからね。キムチこうやって入れても美味しいし、まあ、チーズ系にしてもいいし、あとここに何入れれば美味しいかっていうとまたヨンドゥなんですよ。ちょっと入れると美味しい。あと魚醤油とか小さじ1杯この魚醤油。ヨンドゥはもう最近出てる韓国の調味料の中でも最強、詐欺のレベルなんで入れると美味しいですよね。ちょっとだけ食べる。ちょっとだけ。あー、これを一口に入れるのを想像するだけで幸せじゃない。このキムチチームがキムチチゲに変わってキムチの味が今麺に乗ってます。あ、めっちゃ美味しいね。これスープなしでは無理だな。これ私ラーメン自体はこう結構スープは落として食べる方なんですけど、弾力だけ入れて感じて噛みながらキムチ後から入れてスープ入れる派なんですよ私は。でも皆さんは多分スープにこう乗っててそのまま食べる人多いじゃないですか。でもいや、これいい香りするしいいよね、うん、旨味があるから甘さがもっと入ってくるね。あ、うまっ。なのでこうやって感じてほしいんですよ。まず韓国の料理を日本で食べたい、でも新大久保しかない、でも私は地方に住んでる、だから手軽に注文したい方、その次とりあえず私の料理を食べたい方、その後日本と韓国のために少しでもこう社会貢献をする、環境にも良くてゴミも出ないしお互いにいいレシピを作って文化ちゃんとしたものを持ってきてちゃんとしたものを消化して広めたい、そういう方々がぜひ購入して一緒に食べていろんな話やり取りしたいですね。今日私がライブで今この動画を出したので皆さんと、次は、これはこんな味だった美味しかったとか、まあ、これはこういうこうだったとかっていう話が次のライブではできるのかな。で、どんどん私のレシピが反映されて販売されるようになります。なのでぜひこの中で好きなものを皆さん食べてみたらいかがでしょうか。ぜひともよろしくお願いします。今日の動画、役に立ちましたら、まあ、美味しそうに見えましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあ、いろんな意見いただければ嬉しいなと思います。じゃあ、はい、皆さん今日クックイーツで美味しいご飯食べてみてください。バイバイ。감사합니다。ぴょぴょぎいらば、ぴょぴょぎの顔だけいらば、あんぱんてる。こんにちは、ぴょっぷぎでさまもね。こんにちは、ぴょっぷぎです。あんにょん。あんにょん。バイ。バイ。감사합니다。감사합니다。煮るなり焼くなり好きにして。煮るなり焼くなり好きにして。好きにして。